ここに映っているアームシェルチェアですけども、まあ、これは今回預かったものです。張り替えますということで。で、このシェルチェア日本製です。どうやって見分ければいいのかっていうことを今回は非常に簡単なので、別に極秘情報でも何でもないのでちょっと動画に残してみます。これをどうやって日本製かというふうに判断するかです。めちゃめちゃ簡単です。まずですね、この私の場合記事を見るだけでなんとなく、あ、これ日本製なんじゃないかなってわかるんですけど、まあまだこの時点では確証はないです。パッと見のこの状態で日本製か米国製かどうかっていうのはわかんないと思います。でも裏見たらすぐわかりますよ。これ数字が書いてありますよね。51423というふうに書いてあります。もうこの数字で日本製ということが分かります。51は1951年ということはないです。1951年にこんな生地張りのこんな構造のシェルチェアは存在しませんので、この51というのは昭和51年です。4月23。これが米国製の場合は年は後に来ますし、いずれにしろもうこの数字を見るだけで日本製ということが分かります。で、次ここに書いてある内容ですね、ここに書いてある文字ですね、ちょっと動画だと読めないかもしれないんですけど、エクルーシブライセンスオブハマミラファニチャープロダクツモダンファニチャーセールス CO.LTD っていうふうに書いてあるんですけど、モダンファニチャーセールスっていうのは日本の会社ですね。これはハーマンミラーのライセンスを受けて日本で製造したものということが書かれてます。これですね、これモダンファニチャーセールスのカタログです。同じ刻印ありますね。52年ですね。まあ当時の日本製の、カタログなんですけども、モダンファニチャーセールスという会社で、まあ、日本製のシェルチェアを作ってたので、これですね、これがここに写っている個体ということです。それからこういうふうにシェルの部分の、ね、シェルじゃないわ、ナットの部分のちょっと盛り上がりがあるとか、これ今黒いゴムのショックマウントついてるんですけど、まあ、通常はクリアのスペーサーがついてたりとか、こういうのが日本製の特徴ですね。今回はもう数字を見ればすぐ分かるぐらいのすっごい簡単なものだったので、まあ、こういうな感じで日本製かどうかっていうのを判別できますね。難易度が上がってくると、まあ、この数字の打痕がなかったり、それからモダンファニチャーセールス以降のやつですかね、モダンファニチャーセールスっていうロゴがないものとかも、まあ、ハーマンミラーのロゴがなくてチャールズ&レイはないですね、チャールズ・イムズとしか書かれてないものとか、まあいろんなバリエーションがあるんですけど、こんな特徴があったらまあ日本製ということです。まあこれに関しては本当に簡単なのでちょっと動画に残してみました。まあそんな感じで参考にしてください。お持ちのシェルチェアがどこ製かちょっと見てみてください。では。